押尾幸太郎です。今年もですね、毎年恒例になっております、押尾幸太郎のクリスマスライブ、また開催されます。12月の13日は文化村オーチャードホール、ゲストに柏木弘樹さんね、チェリストね、チェロと、デュオがあったりですね、弦楽四重奏のアレンジマンマスも務めてくれます。本当にもうゴージャスな、弦楽と押尾幸太郎のクリスマスをお楽しみいただけると思います。そして、12月の21日、これは大阪ですね。大阪は3日間あります。3日間ゲストを迎えてのコンサートでございますけどもね、12月の21日はぐっさんこと山口智光さん、ぐっさんはねもうめちゃくちゃ不安で、モノマネがすごい好きで、まあモノマネだけじゃないんですけど、まあ、ぐっさんといえばモノマネもやって、横でギターバンバン叩けたぐっさんがモノマネするみたいな、まあそんなんがありつつですね、まあちょっとぐっさんとなんかこう即興で曲作ったりとかですね、結構面白いことを考えて、まあそういうのがちょっとすごい楽しみなんですよね。これぜひ見に来てほしいんですけど、そしてですね、それで12月の22日はですね、佐藤竹善さん、これは渋くいきますよ、渋く一番音楽的なライブになると思いますけど、そして12月の、23日はですね、バイオリストの直人さん、それから、デパペペね、まあデパペペといえばもうデパペコになるかもしれませんがね、デパペコ&直人、デパペデパナペコみたいなことをやるかも、まあ、ちょっとこっちはアットホームな感じになると思いますので、ぜひ皆さんお越しお待ちしております。押尾幸太郎でした。